修行を頼み込む。ゼノンさん、ちょっと頼みたいことが。ゼノン、俺も頼みたいことが。どうしたんだ、二人して。俺はその修行を頼みたくて。奇遇だな。俺もゼノンに修行頼みたくて来たんだ。バリスはわかるが、アンテナ君はなんでだ。恋人を守れる力が欲しくて。でもお前戦う必要あんのか。確かに、悪霊と戦うわけでもないし。ほら、俺一応能力者だし、二丁拳銃出せるし、二刀流だし、槍も出せる、ワープもできるし、おまけに回復技も持ち合わせてる。だからこれ利用できないかなって。ワープは出かけるときに利用できそうだな。回復技はちょっとした怪我を治すときに利用できそうだ。いや、俺強くなりたいんだけど。なら護身術でいいんじゃないか。ああ、その方が都合いいだろう。もうそうだな、覚えていて損はないかも。じゃあ今から完全にマスターするまで様々な護身術を教えるから準備して。はい、よろしくお願いします。いたた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 た。なるほど、この関節技なら相手を捕まえることができる上、連行できる。痴漢撃退には最適だ。それよりなんで俺がやられる顔なんだ。マジで痛いんだけど。バリスはいつも襲ってる側だし、こういう護身術を受けるには大してると思うけど。部屋まず解放してすごい痛い。うん、ちゃんと相手の肘を自分の胸で押さえ、手首を両手で下に押し下げることができているな。他には何かありますか。捕獲して押さえるものがある。一旦その状態からバリスを解放してやってくれ。あ、はい。めっちゃ痛かった。さあ次はバリスの手を持ってそのまま親指を下に向け内側にひねってみてくれ。こうかな。痛ー。うわー、めっちゃ効いてる。痛みで動くことさえできなくなる逮捕術だ。これなら悪い奴が来てもしばらくそのままにできるし、応援を呼ぶ時間稼ぎになる。君の場合はこの2つを覚えておけば完璧だろうな。ありがとうございます、ゼロさん。なんだか俺少し強くなれた気がするぜ。いや、俺は簡単にできる方法を教えただけだからな。あとは君次第だ。はい。だからなんで技かけたまま会話してるんだよ。解放してくれ。アンテナ君は恋人を守るための護身術を覚えた。私もこれができたら自分の身を守れそう。